神戸ファッションプラザは、兵庫県神戸市東灘区の六甲アイランドにある、ホテル、美術館、商業ビルで構成される、複合商業施設の総称、並びに、これの管理を行う企業である。1997年に、神戸ローザンヌホテル、神戸ファッション美術館、シネマコンプレックス、ムービックス六甲、専門店街、リンクを用してオープンした。直径50メートル、 高さ40メートルの吹き抜けの3広場を中心に各施設が連結する。なお、六甲ライナーを挟んだ対面に神戸ファッションマートがあるが、両者は互いに全く関係ない。開業当初はファッション、雑貨、インテリアレストランシネマコンプレックスを中心とする85、テナント以上からなる生活提案型専門店街であったが、その後閉店が相次ぎ、 2012年9月に3階の一部と4階から9階が閉鎖。2015年3月に3階で唯一営業を継続していた2楽園神戸ファッションプラザ店が閉店。2018年3月に2階で唯一営業していたアルカスーパードラッグが閉店した。2階、3階は店舗撤退後も2階はトイレ、3階は3広場へ出る通路として使用されていた。 そして2018年7月に1回で唯一営業を継続していたパントリー、六甲アイランド店が撤退した。同年11月には商業棟が勾配にかけられていたことが明らかとなった。2019年11月には産業廃棄物処理会社の大平環境が商業棟を取得したことを発表し、六甲アイランド内で分散していた拠点を集約。秋区画にスーパー、 ドラッグストア、飲食店などのテナントを誘致する方針を示した。2020年9月、大英環境が6階、7階に事務所を移転した。2021年4月より3階にテナントが入り始めている。以下は商業旨の現在のテナントの一覧である。以下はリンクの過去のフロア構成の一覧である。リンク1階で入り口2010年7月3日。 ムービックス6校跡地がシネウェーブ6校として再オープン。2011年11月30日に閉館した。前身のシネコン閉館後、地域に賑にわいが必要などとして、シネコン再開を求めるメールや投書が相次ぎ、また神戸ファッションプラザのテナントや周辺の店舗からも再開を熱望されていた。実際、神戸ファッションプラザに、 約50あるテナントの集客も約1割減少していたことから地域の声に後押しされる形で神戸ファッションプラザ自らが再開を決定した。このため再オープンに関しては神戸ファッションプラザ自体が経営母体となり OS に番組編成業務を OS 市会社の OS シネブラザーズに運営業務を委託する形をとっている。1997年 小畜、マルチプレックスシアターズが運営するシネマコンプレックス、ムービックスの第一号館として、東プラザ9階フロアにオープンした。兵庫県下にオープンした最初のシネマコンプレックスでもある。しかし市内に109シネマズハット、神戸や OS シネマズミント神戸といったシネコンが相次いで開業したことから業績が悪化し2010年1月31日をもって閉館した。 ありがとうございます。